広いラインの総武線、代々木は止まらん中央線。はい、どうもカエルくんです。ちょっと今日テンション高いんですけどね、通販であるものをポチりました。今日はですね、その開封動画ということになってます。まだ全然箱開けてないんでですね、中身が違うとかいう事故みたいなことがあるかもしれませんけど、皆さんの前で開けていきたいなと思ってます。さっきのヨドバシの歌はなんか各地でなんかいろんな歌詞がそれぞれ違うらしいですね。じゃじゃーん。ちょっとどいて。じゃじゃーん。わかりますかね。ぽいぽい。天馬、よいしょ、じゃじゃーん。今回買ったのは、カメラバッグですね。天馬のシュートアウトというシリーズの、24リットル、18リットル、24リットル、32リットルの3種類があるんですけど、それの中間のものになります。いいね。空気を通してくれる的な。バッグは洗えないからね。外観はまあこんな感じです。ですね、まあバッグ突然ちょっと変わりましたけど、なんで僕が今回天馬のバッグ買ったかっていうと、僕前使ってたバッグも天馬のバッグなんですね。これいつ買ったのかな、だいたい高校卒業して学生の時に買ってるから、多分ね15年ぐらい前、おそらく20世紀じゃないかと思いますけど、これも天馬のバッグだったんですね。すごいこれ頑丈なコンドンできてて、ジーンズが擦り切れるぐらい、そのくらいこう丈夫という、こっち側ですよね、バッグの内側、そのくらい頑丈っていう歌い文句の、まあ、今もそうみたいですけど、まあ、そういった頑丈さっていうのが売りのバッグだったんで、ちょっと当時もね高かったんじゃないかな、ちょっと値段忘れましたけど、で買ったんですよ、気に入って。でこれ気に入って使ってたんですね。でやっぱり長いこと使ってると、ここのとことかですね、ちょっとアップになるかな、中身が入ってるね、見えますかね、ここのところ、どこだ、ここか、ここのところがですね、こうちょっとね、まあ引っ張ってこれたら嫌なんですけど、まあファスナーが、このファスナーの地っていうかテープの部分から分離しちゃってしまってですね、ちょっとこのとこ引っかかるようになってきちゃったんですね。あとバックル、わかりますかね、ここ線が入ってるの分かります、これね割れてるんですよ、うりゃ、ね、割れてるんです、まあ、プラスチック製品なんで、日にさらしたりとか経年の劣化どうしてもするんでですね、割れてきちゃったんですよ。とりあえずまあ使えます。ここバチンってやって止めとけば、普通に持って開く普通に何でもないんですけど、
出先でですね、これがバキって言ってるとちょっと嫌なので、ちょっと買い替えることにしました。で、買い替えるにあたってこのバッグもいいバッグだったです。いいバッグでずっとどこに行くのでもずっと一緒にこれで歩いてきたんですけど、さすがにね、肩掛けカバンはね、ちょっと最近体に応えるようになってきましてですね、まあ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 、まあ、おっさん化してきたというやつですね。ちょっときついと。昔はこれ70-200入ってますけど、ニッパチ70-200、ちょっと裸ですけど、28-70ニッパチで映ってないですけど、ボディがここにあって、ボディともうレンズが1本2本、前はそれにボディがボディが2台体制だった時期があるんですけど、フィルムの時はね、ただまあ今はデジタルは1台だけですけど、ちょっとねそれでも長時間歩くのはねきつくなってきたんで、ちょっとねこういうバックパックタイプにしたいなと思って、今回はこれを買ってみました。でバッグはね、他にもこういろいろあります。僕もヨドバシとか行ってちょっとカタログもらってきたりしたんですよ。マンフロット、マンフロットもね、肩っていうのかな、ちょっと読み方がわからないんですけど、肩とかいうのブランドをちょっと取り込んで自分のブランドにしたんでですね、かっこいいというかデザイン的にこうまあおしゃれというか、ああまあ一目見てはマンフロットなんだなってわかるようなですね、バッグ作ってます。で直前まで僕これにしようと思ってたんですよ。ミニ B120 バックパック、もしくはこのちょっと大きなサイズですね、一つ大きなバンブル B220 とかですねしようと思ってたんですけど、これはまあスリングバッグになるタイプですね、こういうのにしようと思って、これもレジに持っていこうかというところも持ってたんですけど、どのバッグ、まあ例えばこれ見やすいからこれでレジしますけど、ファスナーがね開けにくいんですよ。多分これ防水のためにこの縫い目のところもですね、シームこう水が入らないように、これはこう表むき出しですけど、ここはこの縁をここさらにつけてですね、ピタッなんというか蓋というかこう表に出ないようになってるんですね。それがあるせいでファスナーが引っかかるというか、抵抗、引っ張る時の抵抗があるという感じでですね、ちょっとねスムーズに開閉が僕はうまくできなかった。慣れの問題も多いと思うんですけど、ただその開け閉めにコツがいるっていうのはちょっと嫌だなと、急いでバッと携帯交換したいとかいう時にですね、ちまちま引っかかるとか、引っかかったばっかしに、ね、無理な力がかかるっていうとまた壊れるとかいうことにもなるからです、ちょっと嫌だなと思ってマンフロットはちょっとねやめたんですよ。値段もまあ2万いくらか3万円ぐらいだったかな、そのくらいなんですね。でまあヴァンガードってどこの会社だったか忘れた、まあまあヴァンガード、三脚とか出してる会社、よくね三脚では見たことあると思うんですけど、バッグなんかも出してます。いろいろね5種類があるんですけど、スカイボーンっていうシリーズですね、これ、これもどうかなと思って、まああったんで見てみたんですけど、これもね何が気に入らなかったのかな、なんかね気に入らなかったんですよ。このストラップかな、なんかストラップの部分がなんかね
なんか柔らかくて、あんまり細いと肩に食い込むしですね、太いとまた肩に当たるし、まあ人のこう体型にもよるんで何とも言えないんですけど、ちょっとヴァンガードもなんかいまいちだなと思ったんですね。これロープロ、まあロープロはもう皆さん知っていると思いますけど、カメラバッグいっぱい作ってる会社なんで、ほんといっぱいありました。でもこのプロタクティック350とかプロランナーとかですね、こういうのいいかなと思ってたんですけど、これもね何かで気に入らないあれがあったんですよ。忘れたな、なんだっけな、中の仕切りが薄かったのかな、なんかね、なんか嫌だったんです、忘れました。でまあ結果最後終的にですね、天馬このバッグになりました。こうですね、これ越美ところがですね、代理店やってます。確かアメリカの会社なのかな。アメリカから輸入することも考えたんですけど、今円が安いんで、そんなにこう輸入にはおいしくないんですよね。それでまあ、国内のヨドバシカメラからポイントもつくということで購入をしました。